今回はボッチザロック舞台化決定に対するみんなの反応をご紹介します。舞台もちょちょいのちょいです。舞台演奏どうすんのと思ったら演者がやんの。すごい大変じゃない。演奏は当て振りじゃねえかな。生演奏って発表されてるよ。明らかにエアギターで良さそうなところを生演奏は気合入ってんな。普通の演奏じゃなくてボッチちゃんクラスの演奏ってなるとさすがに厳しいんじゃない。やっぱ三井立郎さんがボッチ役やるのかな。三井さんはピンクジャージ着てピンクのカツラかぶるんだ。オーディションで楽器も演技もできるやつ選ぶって言ってるでしょうが、人間じゃない役者探してこなきゃですね。いっそのことは時間。三次元ひろゆきくりは生々しすぎる。ダルダルのキャミソール着てカップしか立ての女。カツラつけてるし観客は事前にストーリー知ってるし、ほぼ歌舞伎。今は何でも舞台だな。舞台界隈もコロナでマジヤバいからやりすぎなくらい回さないと死ぬ。演者よく見たらバンドリになってたりしません。別に他の舞台と人選が被ってはいけないわけではないからな。ライブに焦点を当てる感じなら確かに相性はいいんだろうな。芝居と生演奏が両方できる人材どれだけいるのか。ギターテクがすごくて奉仕になれる人探さないと。ボッチちゃんの気候はなんとかなるとしても、人間離れした変身はどうすんの。メンダコになれる役者マイナクテイイカ来た博士の想像だから。毎公演ダイブするのか。実写化しそうとか思ってたら舞台が先だった。でもそのうちしそう。生演奏聞けるなら実質ライブだし普通に行きたいわ。後藤役と山田役見つけるのマジで大変そうだな。ベース弾ける女性で舞台役者って見つけるの難しそう。後藤のポニション演技を実写で見ることになるのか。一番むずいの北ちゃん役では。ついに舞台役者まで楽器演奏する時代か。これから楽器の練習始める役者さんもいるのかな。これから芝居の練習始めるバンドマンもいるのかな。まあ役者に楽器練習させるより演奏できるやつに演技やらせた方が現実的な気はするが。バンドリがマジで演奏できるやつに声優やらせたみたいな感じだな。皆さんはボッチザロック舞台化決定についてどう思いましたか。ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。